藤原の住友と俵の藤太が話をしているところに謎の男が現れる。謎の男は生命とお市の方の連合軍を攻めるよう藤太と住友に提案する。そこに魔界少女剣の悪老が現れ、利害が一致しているため魔界水軍に取引をしようと申し出る。魔界衆の前に阿部の生命とお市の方が現れる。二人は霊勢高豊を黒魔術君から取り返すには浅木が必要で、そのために望月千代目と霧隠れ才蔵を派遣することを決める。さらに二人は己の軍を御坊星軍と名乗ることとする。その頃ガラシャの前に現れる俵の藤太と謎の男。謎の男は俵の藤太、喜一宝丸対鬼目ドラクルで戦わせる。この戦いは藤太側が勝利を収め、今宵は黒魔術軍は魔界水軍に手を出さないことを約束させる。才蔵千代目と魔界衆の前に現れる真田大輔と大堀康房。大輔は自身を裏切った才蔵を殺すため霧隠れ才蔵、望月千代目に襲いかかる。戦いの最中、地雷や魔界衆たちが才蔵たちに加勢し、機動丸の活性眼により地雷屋が覚醒し大輔たちを倒すが、地雷屋は意識を失ってしまう。鶴姫は前田慶一と末高房と対峙していた。そこに魔界少女剣の悪老と死んだはずの神楽坂が現れる。そして悪老はこの魔界で魔界少女剣は中立を保つことを宣言する。そこに魔界水軍が現れ、さらにお市の方が現れることで魔界水軍対御坊星軍の戦いとなり、勝った方が浅木の血を得て新たな人型を召喚できるというルールで戦いが始まる。御坊星軍がピンチの時に霧隠れ才蔵が現れ御坊星軍に加勢し、最後は高房が安成を倒し御坊星軍が勝利する。そこに俵の藤太が乱入するが、悪老が藤太を制止する。神楽坂は鶴姫に浅木の血を奪えと言うが、鶴姫はそれを拒否するのであった。そして悪老は次回全ての戦いに何かをかけ戦う魔界連闘会を開催すると言い残し、神楽坂と共に去っていく。才蔵は千代目が黒魔術軍に奪われたことを高房に報告し、高房と共に千代目を助けに向かうことに。ガラシャは謎の男と倒れている望月千代目を前にしている。謎の男の名は黒魔術軍の高山右近であることが判明。実は魔界水軍を動かしていたのは黒魔術軍の軍師である高山右近であり、全てはガラシャの策である。千代目の奪還に現れた阿部の生命と優雅を、黒魔術軍を止めるため生命は右近と戦う。しかし戦いの途中でガラシャが止めに入り、戦いは終わるのであった。